はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、これです。じゃん、カラフルな電動愛嬌式の、ナーフ系スポンジ弾のおもちゃを、まあ、3つ準備したんですけどね。今日はこれをちょっとやりたいっていうわけじゃないんですけど、まあ軽くこの辺を並べて雑談していこうかなっていう動画になってます。で、なんでじゃあこのナーフ系の電動ガンっていうと、まあ廃墟式でスポンジ弾を出すものでとなると、あんまりねリアルじゃなくてこういうおもちゃっぽい感じのやつが多くてっていうか、こういうものしかなくて、でも僕ねこの辺が結構気に入ってて好きで集めてるんですけど、グロックなんかもね、このまあ動画にしましたけど、この廃墟スピードの遅さとかね、なかなかいろいろあるんですけど、でもねすごく楽しいモデルがたくさんあるんで、まあ並べたんですけど、それぞれの動画は別に動画にしてるんで、詳しく見たいよって方はねそっちの方見てもらうといいんですけど、なんでねこんな動画やろうかなと思ったかというと、もうずいぶん涼しいじゃないですか。新潟なんかはねもう朝晩の気温が一桁台ですよ。低い日だと5度を切る気温になってます。で、最高気温も20度を超すことなんてもうまずないですからね、14、15度、12月に入ったらもっと寒くなってくるんだろうなっていうような状況の中で、ガスガンがねもうちょっとパワーがなくなってくると、特に僕ほら廃墟式というかマシンピストルが好きじゃないですか。マシンピストルで使うのもちょっと大変だし、長物振ろうともちょっとパワー不足を感じてくるような季節だし、ね、でデュアルマキシみたいな廃墟式とかガスオペみたいなものもね、ガスで動かす廃墟式もちょっとねパワー不足に陥るような季節、まあガスオペなんか古いモデルなんでね、フロン12で使う前提のものですけど、まあとは言いつつもね、ガスガンちょっと元気がなくなってくる時期なんでね、そうなってくるとあれじゃないですか、電動ガンの出番ですよね。電動ガンって言ってもスタンダード電動ガンとか丸いの電動ハンドガンとか一個もないみたいな、ね、いやあるんですけど、まあ所有してるものはありますけど、ここに一個も出てこないっていうねもうなんて言うんですか、もうネタに走ってますけど、でね、ちょっとそうだな、今ここに並べたのって大体ホラーから買ったやつなんですけど、僕最近そのボイスキーさんとこのナーフ系に凝ってまして、廃墟式にね、でそのボイスキーさんとこからトップジャパンがから出てたみたいな M4 の廃墟式が出るというのでね、僕も思わず買っちゃったんですよ。いつ届くか分かんないけど、なんで電動で廃墟して、でフロートもあるようなものをちょっと今揃えたんですけど、まあ、手持ちの中でね、でさ、ちょろっとコメントもらったんだけど、 TOP ジャパンって何、どっか中国の企業に買収されたかなんかみたいなことをちらっと小耳に挟んで、で、そうなるとその M4 だとか M16 とかありましたよね、ライブカート式の EBB だっけ、あれが再販される見通しっていうのはなかなか立たないんじゃないのっていう部分と、あとはその M4 のそのまあボイスキーさんとかから販売される、製造元はどこかちょっとわかんないけど、あの M4 はちょっと動画流しますけどね、もしかしたらですよ、ホップの位置とかさ、ボイスキーさんのところのサイトよく見るとホップの位置とかも、まあ、トップジャパンのものと類似してるし、なんでもしかしたらトップジャパンのものがああいう形で海外メーカーから再販されてるんじゃないのなんてちょっと思ったんです。まあコピーかもしれないですよ、コピーかもしれないし、トップジャパンのものかもしれないけど、どうなんだろうねっていうのがあるんでね、まあちょっと僕も手に入れたいと思って思わず本当ポチってしまいましたんで、そのうち届くんでね、めちゃくちゃ楽しみにしてる次第であります。でこれですよ、今までのあちゃちかったなとかってそういう話をするつもりはさらさらないですけど、ちょっとこういうの引っ張り出してさ動かしてみようかなっていうのは、まあそれぞれねちゃんと動画にしてあるんですけど、これはもう電動式のね、ブロバックユニットは多分ここに入ってるんですよ。でライトがつく、ライトがついてるとスイッチオンなんでね、でスライドを引けるね、これねコッキングして
なんかこんなやって誤動作するんで下手にスライドは引けないんですけど、ほらね、でもスポンジ弾も発射するし廃墟もとてもいいんです。あの一回ねこれスライド前進するときトリガー引きっぱなしにするとスライドをこう自由に引けるようになりますんでね。でこうやって一段目を想定して撃つとでジャムるみたいなねこれねかなりの勢いでカード飛んでいくんでね、あジャムるみたいなね、えどういうことだろう、ほらほら楽しいでしょ。でこのリコイルの速度がやばいっていうコメントももらいましたけど、まあこういうものからね電動でね、廃墟式でとなるとこういうものがあったりね、ちゃんとスポンジ弾も打ち出しますんでね。でこのレールについてるライトモジュールは取り外すことができませんのでね、ここにバッテリー入ってますんでまあそんな感じで、うん、面白いよねこれね、ここスイッチ入れて、うん、こんなものがあったんだねと。これって今買えないかもしれないけどね、僕はアマゾンで見つけてこういうの好きなんで買っちゃったんですけど、面白いですよねこういうもの。あとこれは最近動画にしましたよね、うん、サイクルは微妙だけど、サイクルは微妙だけどちゃんとこう、なんていうの、ライブカードでさ、しかもダストカバーが開いてカートリッジすげえ飛ぶんですよこれで、フルオートもすると、これがねとても気に入ってね、うん、すぐ飛びついて買っちゃったんですけど、これね寒い時期にちょっと色塗ってやろうかななんて思ってますが、うん、でもプリント消えちゃうんだよね、のっぺりした見た目でいいなら色塗るのもありかななんてちょっと思ってますけどね。こいつとか、まああとはこれですよね、このガトリング、懐かしいね。もうどのぐらい前だっけ、こういうのにハマっててさ、でホラからこういうのがいろいろ出てたんで僕はホラの品物をたくさん買ったんですけど、このガトリング、まあちょっと過去に撮った映像も出しながらやりますけど、これこっからね、これさこの辺からこうガボッと入れてさ、でここトリガー引くとさめちゃくちゃ面白いなこういうのとかね、ものすごく買いあさったなっていうところなんですけど、面白いよねこう廃墟式電動の、うん、ただそのトップジャパンのものと非常に似たものがボイスキーさんとこから発売されるっていうんでね、ついついポチっちゃいましたけど、もうこういうおもちゃ感覚のものからだいぶリアルな仕上がりになってくると思うんでね、届き次第また動画を更新していこうかなというところですんで、楽しみにしててくれたら嬉しいなというところです。はい、ということでね、今日はもうこの辺の廃墟式の電動ガンをガスガンの時期が終わったなっていう感じでね、終わりつつあるなっていう感じで、夏の時期といいますか最盛期は過ぎていったんだなっていう名残惜しさとともにね、そしたら電動ガンでしょみたいなね、電動ガンっていうかおもちゃ繰り広げてますけど、こういうのを並べて雑談やってみましたというところです。はい、ということでね、また別の動画で会いましょう。うつべーし、うつべーし、うつべーしね、ボイスキーさんとこの M4 廃墟式とても楽しみです。